はい、皆様こんにちは。ナビチャンネルナビでございます。そうですね、今日は2回目の動画にして、ゲーム実況っていうか、ちょっとプレイをしてみたいと思います。で、何をプレイするかというと、前から気になってるのが、まあちょっと説明省略なんですけど、まあ、とりあえずこのソフトとりあえず回るメイドインワリオと言いまして、こうやって動かして操作してプレイしていくゲームなんですけど、なんと私が気になってるのが卵立てっていうゲームで、こうやってまあ卵を割るなっていうゲームなんで、要はとりあえずプレイすると、なんと動かさなくてもいいっていう、動かさなくていいっていうか、動かさないで割らないっていうゲームなんですけど、で逆に動かさなかったら何点までスコア取れるのかなってずっと気になってて、なので今日は何でしょう、最後何点までいくのか、この機械は何点までなんでしょうね、カウントしてくれるのかっていうことを実証してみたいと思います。はい、そういうわけで、まあ、今とりあえずハイスコア203点ってなってるんですけど、何点までいくか、さて挑戦しますよ。3ぐらいまでは全然普通です。180まで来ました。200を超えられるか、普通に超えられるな。でも これただ回数上がっていくだけ、もしかして。とりあえず800まで来ました。これは普通に1000に行ってしまうな。はい、なんと980回まで来ました。これでこれどうなるんだろう。もうでも逆にここまでやって何にも起こんなくって、1000回迎えたってことはきっと9000まで行っちゃうから、でも1万までは待ってられないわ。待って、どうなる。ちょっと緊張。大きい。あ、待って。わ、面白い。ずっと999だ。ああ、そうなんだ。よかった。もう逆にこれ1万まで超えたらどうしようって思った、ほんと。へえ、そうなんだ。やっぱり最大は999っていうことで、999以降はない。へえ、999、どう頑張っても最大は999でした。あー、よかった。ある意味でもせっかくなんで、ちょっとゲームオーバーにして終わりたいです。
どのぐらいの振動で卵が割れちゃうのかっていう話で。もう見ました、あの苦々しいお猿さんのお顔。はい、ゲームオーバーになりましたってことで、なんと、はい、最大999点でございます。それだけのことでした。でもまあここを見てくださると999って見えると思うんで、はあ、長かった、何分かかったかな、でも30分くらい、途中で映像切ったけど全部で30分ぐらいで999点までいきますということでございました。まあ、ちょっと、まあ、くだらないけど、くだらな ないけどっていうか、知ってみたかったことなんで、分かってよかったかなって思いました。はい、ありがとうございました。